このチャンネルは野子猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は繁殖場からレスキューのノルウェージャンフォレストキャット、スリスリ甘えん坊で里親決定ということでですね、この子がクレアちゃんって言いますよ。今年4歳の女の子なんですけれども、すごいスリスリにゃんこですよね。人のこと大好きって感じなんですけれども、お尻カキカキカキ、ちょっと周り気にしてるかな。お尻タンタンタンは噛んだ今。猫パンチ猫パンチ。お尻苦手なんかな。おもちゃで遊びたかったか、ヘッドして。結構ちょいちょいする子ですよね。暴れ回ったりとかはしないんかな。立ち上がってるやん。めっちゃ可愛いよ、この子。ノルウェージャンらしくね、長毛さんですごく気品がありますよね。ちょいちょい。いいやないか。でね、クレアちゃん遠慮とかもできるんですよ。他の猫ちゃんが近づいてくるとね、遊ぶのやめましたよね。順番待ちとかができるんかな。遊ぶのやめたんでね、撫でておるんですけれども、すごく嬉しそうでしょ。遊ぶ、遊んでくれる。やっぱ紐の方が好きかな、ひょっとしたら。上を見上げる顔とかええやんか。うん、カミカミ。ちょっと移動してみようか。お、ついてきてくれた。嬉しいやないか。で、周り気にしてるでしょ。で、遊び始めるとね、遊ぶのやめちゃいましたよ。ちょい周りがいなくなるとちょいちょいしてくれた。壁で振ってみましょう。あー、やっぱ他の猫ちゃんが遊ぶとね、遠慮しちゃうね。あ、今一瞬猫パンチされちゃいましたね。でも怒ったりとかはしないんですよ。いやー、ほんとええ子やわ。今回のお店は大阪十三駅近くにある保護猫カフェ猫の木さんです。周りに猫ちゃんいると遊びにくいか、階段の方が遊びやすいかもしらんな。ひょっとしたら黒猫ちゃんいっぱいなんですよね。で、すごいみんなやんちゃさんなんですよ。クレアちゃん遊ぶ？ちゃい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 する。撫でた方がいいかな。クレアちゃんが保護された理由っていうのがですね、繁殖場からのレスキューということで、もうたくさんの猫ちゃんいたんでしょうね。あ、でも顔近づけても全然嫌がれへんやん。まあ、大事にはされてたのかなって気もするんですけれどもね、人に対してね、すごい怖いっていう感じはないですよね。まあ、それはすごく良かったなとは思うんですけれども。これだけスリスリできて甘えられるということでですね、この度里親さん決定しましたよ。嬉しいやないですか。まあ今までね、本当に辛い経験もたくさんしてきたと思うのでね、これからは幸せになってほしいですよね。でも噛む。怒ってるわけじゃなくてね、やっぱ甘えてるんかなって気はしますね。お家でもたくさん甘えてもらいたいな。遊ぶ。で、これだけたくさん猫ちゃんいてなければね、お家でもいっぱい遊べるんかなって気もするんですよ。で、猫ちゃん同士との距離もね、すごくできる子ですので、多頭飼育にも向いてますし、ね、これからが楽しみやないですか。ええ顔するね。ノルウェーちゃんいいですよね。お家でブラッシングとかね、ひょっとしたらシャンプーとかも必要になってくるかもしれないですけれども、お手入れができるっていう方はですね、長毛さんいいですよ。クレアちゃんね、こうやって甘噛みとかはしますけれども、長毛さんって甘えたさんが多いイメージがありますよ。で、顔を近づけても嬉しそうでしょ。かわいいやんか。スリスリする。でも甘噛みする。すごい甘えてくれてるんですよね。噛む。全然痛くはないですよ。でももうちょっと遊ぶか。あー、でも黒猫ちゃんたちがね、待ち構えてるんですよね。このぽっちゃりした子もいてますし。あ、ついてきたね。コロンってなってるやん。で、間入ったりとかして、まだダッシュできた。で、上に乗って
忙しいな。これだけ遊んでくれるとね、楽しいんですけれどもね、クレアちゃんとはなかなか遊べないな。遊ぶ？もういい？遊びたい？そういうわけでもない。あ、出た方がいいかな。マフマフマフ。めっちゃ可愛いやん、カンタ。どうした？なんかちょっと怖くなった？上見てるね。アスリあ、上行っちゃうか。ああ、上に避難されちゃいましたね。で、しばらくするとまた近づいてきてくれましたよ。撫でられるの大好きやんな。ただね、ご飯食べるんですよね。さっきご飯終わったんちゃうんかなと思うんですけれども、ご飯食べてるとですね、トキくんがやってきましたね。トキくんはね、膝乗りにゃんこなんですけれども、ご飯気になるか。あ、アーサーくんもいてるね。人懐っこい子ですよ。で、爪とぎすんの。あら、ウルティちゃんが遊んでる。穏やかな時間流れてるんですけれども、トキくんが遊んでるんですよね。今までひょっとしたら見たことがないかなと思うんですよ。スタッフ猫でも数年ね、ずっと一緒にいてるんですけれども、初めてちゃうかな。なかなか珍しい光景なんですけれども、クレアちゃんまだご飯食べへんの？まず食べる？んちょい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 。この靴下を捨てても可愛いんですよ。あ、どんどんちゃうか。おもちゃどう？もういい。トキくんが来てくれた。また階段行くんかな。ちょっとウルティちゃんがね、走ってきたんですけれども、あ、まだ階段来たか。でも猫兄さんの近くで止まってくれるんですよね。あ、まだ上行っちゃうか。また降りてきてくれました。でね、階段戻るんですけれども、ちょっと忙しいな君は。でも尻尾はピンと立ってるんですけれどもね。ほんとにええ顔するやんか、あんた。横になる？おー、ええやないか。撫でられて嬉しいんやろうな。この顔ですよ。ほんと美人さん。もう少し遊んでほしいな。ちょいちょいする。ゆっくり遊ぶ子やな。すごく遊びやすいですよね。これだけね、ゆっくりしてくれたら。激しい子もね、楽しいんですけれどもね、なかなか大変ですからね、遊ぶのは。あれ、もういい？まだ上行っちゃいそうな気がするな。あ、トキくんおった。ちょいってしたけれども、あ、スリスリしてくれる。あ、でも上行っちゃうか。何度もね、上に行かれたんですけれどもね、こうやって甘えてくれて癒されましたよ。最後はね、スタッフ猫のウルティちゃんと遊んで終わりたいと思います。皆様いかがだったでしょうか。クレアちゃんも甘えたさんで可愛かったですよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ猫の木さんでした。